職業体験？私が？ああ、そうなんだ。新しいことに挑戦してる私の姿をみんなにも見てもらいたいな。楽しみ。あ、でもうまくできなかったら体験先に迷惑がかかっちゃうよね。お仕事なんだから失敗はできないね。そんなことないよ。メイドカフェだっていつもお店の人にもお客様にも支えてもらってるし、何でもできちゃいそうって言ってもらえるのは嬉しいけど、それでも心配だよ。職業体験もあなたがサポートしてくれる？そっか、緊張してたら楽しめないもんね。あなたと一緒ならリラックスできそう。あなたがサポートしてくれるならできそうな気がしてきたよ。見てくれるみんなに喜んでもらいたいな。あなたがサポートしてくれるならできそうな気がしてきたよ。失敗できないっていうプレッシャーよりも、みんなの声に応えたいっていう気持ちが大きくなってきたの。メイドカフェでのアルバイトにも活かせるような体験ができたらいいなって思ってる。メイドカフェ以外の飲食店ではどんな感じでサービスを提供してるのかなって気になるんだ。いいところ？どんなところなのかな？みんなの声に応えられるように頑張ろう。